いやー、やっとできました。皆さんこんにちは、スイチャンネルへようこそ。いつもご覧いただいてありがとうございます。今回ですね、イカシバ、イカの産卵床ですね、これを新たにね、魚礁に追加していきたいと思います。前回は確か4月にね、投入したんですけれども、5月中はね、すごく産卵順調でたくさんのイカが卵を産みに来たんですけど、もうここ1、2週間ぐらいですね、イカたちが全く来なくなりました。で、このね、葉っぱが落ちるとね、イカシバの効果がね、もう半減以下になるんですよね。ですので、今回ね、また新たにね、まだまだイカの産卵期続いてますので、このイカシバを投入して、イカの産卵を魚礁に呼び込もうと思います。それじゃあ、潜っていきましょう。
Thank you.